こんにちは。今日の講義は書籍25kg 減でリバウンドなし食べるほどに痩せていくね、コクラ式レシピについてです。この本は38歳で 25kg ものダイエットに成功した著者がその経験をもとに生み出したレシピ集です。驚くべきことに、ダイエットにおいて食事が8割、運動が2割の影響を持つと言われています。この本では食事に焦点を当て、実際に痩せるための食材とその量で作られた73のレシピを提供しています。ダイエット初心者から経験者、そしてリバウンドを避けたい人まで、幅広い読者が役立つ情報が詰まっています。著者はダイエットを続ける中で欲しかった料理や食べ過ぎた後のリセット方法など、様々なシチュエーションに対応したレシピを考案しています。1章では続けられるダイエットのために必要な痩せる味覚について解説しています。味覚を変えることで健康的な食生活を自然と継続できるようになるのです。2章ではダイエットに慣れてきたらさらに効果的に食べる方法について説明しています。3章ではダイエットの停滞期やリバウンドを避けるための食事術を紹介しています。この本の特徴は、ダイエットを長期間続けるための具体的なアドバイスと実際に役立つレシピが豊富に掲載されている点です。食べることが好きな人でも美味しくてヘルシーな料理で体重を減らし、その結果を維持することができます。特に著者が考えたダイエット初心者が適量になれるための1週間レシピや本気で痩せるための1週間レシピは、ダイエットを始めたばかりの人にとっては非常に役立つでしょう。また食べ過ぎが続いた後のリセットご飯レシピや、どうしてもジャンクなものが食べたい日の太らないレシピなどは、リバウンドを避けたいと考える人には必見です。この本はダイエットだけでなく、健康的な食生活を目指す全ての人にとって価値ある一冊と言えるでしょう。食べることを楽しみながら健康的に痩せる方法を学べる貴重なガイドブックです。この本を読んで食事の選び方や調理法を変えることで、理想の体重を手に入れ、健康的な生活を送るヒントを得ることができることを願っています。健康と美しさを手に入れる旅路に、この本があなたの良きパートナーとなることでしょう。この書籍は、食べる行為が健康や体重に与える影響を深く理解し、その上で実践的なアドバイスを提供している点で特に価値があります。現代社会では情報型の中で正しい食事の知識を持つことがますます重要になってきています。この本は読者が自分自身の食生活を見直し改善するための実践的な手引きとなるでしょう。また著者が経験に基づいて具体的なレシピを紹介している点も注目すべきです。多くのダイエット書籍や健康書では理論的な情報が中心となりがちですが、この本は実際の食事の内容に焦点を当てています。それにより読者は理論だけでなく具体的な行動指針を得ることができます。このようなアプローチは食事だけでなく健康やウェルビーイング全体に関する自己啓発書籍のトレンドにも合致しています。近年人々は単なるダイエットではなく自分の体や心の健康を総合的に考えるようになってきました。そのためこの本は健康的な生活を求める多くの人々にとって貴重なガイドとなるでしょう。さらにこの本は一般的なダイエット書籍とは一線を画す点があります。それはダイエットを一時的な取り組みではなく生活の一部として取り入れることの重要性を強調していることです。食事は日常的な活動の一部であり、その選択が健康や体重に影響を与えることを理解することで持続可能な健康的な生活習慣を築くことができます。この観点から見るとこの書籍は食文化や食習慣に関する啓発活動とも連携しやすいと言えます。食に関する知識や意識を高めることは食品の生産から消費、廃棄に至るまでの食品システム全体の持続可能性向上にも寄与します。この本が読者に提供する情報や考え方は個人だけでなく社会全体の食文化や健康促進の方向性にも影響を与える可能性があります。この書籍は食と健康、そして生活習慣の選択がどれほど密接に関連しているかを示しています。食事は単なるエネルギー摂取の手段ではなく私たちの健康や幸福感に直結する重要な要素です。この本を通じて読者が食事の選択によって自分自身の健康と幸福を高める方法を見つける手助けとなることを願っています。
そして最後に読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には実際の行動や体験が不可欠です。つまり理論だけでなく実践を通じて学ぶことが大切です。そのためには個々のニーズや目標に合わせた専門的なサポートが欠かせません。ダイエットや健康管理に関する知識はもちろん重要ですが、それを具体的な行動に移すためのプログラムや指導が必要です。ライザップ結果にコミットプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しています。これによりこれまでジム通いが続かなかった人も専属トレーナーが作る個別のプログラムで効果的なトレーニングが可能となります。食生活やメンタルのマネージメントもサポートし、食事制限なしで健康的に痩せることが目指せます。さらに30日間の無条件全額返金保証や無料カウンセリング、完全個室のプライベートな空間も魅力です。ライザップウーマンは洗練されたプロポーションに導くための女性専用プログラムです。ウエイトトレーニングだけでなくファンクショナルトレーニングやストレッチも含む完全オリジナルのトレーニングメニューを提供します。低糖質だけでない栄養バランスの良い食事管理や美容マシンを使用したトレーニングも取り入れられ、部分痩せから産後太りの解消まで個々のニーズに対応したサポートが可能です。これらのプログラムは単なるダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスです。体力がなく運動が苦手な方から結婚式のための特別な目標に向けてのサポートまで多様なニーズに応えられます。読書での知識習得は確かに重要ですが、実際に体を動かし専門家の指導を受けることでより効果的に美容と健康を追求することができます。個別の指導やモチベーション向上を通じて理想の体型や健康状態を実現する手助けとなるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。